はい、おはようございます。エルカチャンネルのショーです。本日12月30日は競輪グランプリの日です。ルールははっきり言ってよくわかりませんが、今日もかけてみたいと思います。よろしく。じゃあ今から結果見ていきます。あ、来ました。お待たせ様です。ごめんなさい、最後の最後ギリチョンパですけど、さあこれ残り何周かってやつですか。赤番じゃけん残り2周だ。残り2周。懸垂しよう。そして今度は中国が行った。ジャンデス主導権は4番のさあ深谷智弘が行った。中勢さあ今度3番平原光太が3番手、1番新田裕也が8番手。劣勢を繰り返すスピードを持っている裏、400m の勝負が行った。あと1周。三谷が行った。3番平原光太が気づいて外に振る。2コーナーからバックスイッチ。新田裕也が新田行かねえ。来た。上がってきた。あれ？行った。また振られた。嘘。あら失格。あら失格だよ。何が失格なの？あれ落車させた。落車させたになったの。そのまま。おう9当たった。当たらって981だ。で28,230円。うわ。ちょっと待って。981。武田が来るじゃん。わんかったな。ほら来ないで。なんか来なかった。ないっすね。ないよ。はい。まず8がない。8がない。うん。1個しかなかったですもん。8を。389っていうのがあったぐらいで。1着3着落車。そう、さっき見た10レースのあれがまんま、残っとんね。これ8でレトラン。レトランス。がっつり2回見直したです。でもこれ8見えんだからな。491の目あったしも立つまってんな。落車。しまった。ワイドで買っときゃよかった。7じゃやっぱ素直すぎたつか。8が1しかない。いや、落車がなければ。落車がなければよ。くそー、外れです。残念。